はい、どうもゆきです。今回なんですけど、こちらパワポケ7でもうほとんどの人がやったことがないモードがあるんですよ。そちらがペナントの中にある俺の基地ですね。こちらの紹介と裏技についてお話ししていきたいと思います。ちなみにこちら通信対戦とかもできて、もしね、パワポケ R が続くようだったら、そのうち通信対戦これできるようになるかなって楽しみにしてるんですけど、もう僕も通信対戦これしたことありません。多分通信対戦したことある人いたらコメントをしてほしいレベルでしたことない。これ何なのかっていうと、まあ、通信対戦で遊ぶ用のこの、何?戦車系のゲームなんですけど、こんな感じでね、ロボットとかヘリコプターとか、これ、ガンダーロボ的なやつも配置できるんですよ。こういうのを自分のフィールドに配置していって、まあ相手とバトルしていくっていうモードなんですけど、今所持金0万円になってるじゃないですか。で、この辺買うのにお金かかるんですよ。じゃあどうやって買えばいいのかって言った時に、これ、はい、上にペナントとか俺のペナントってあるように、俺ペナで稼いだお金、選手登録をして稼いだお金分がここに溜まっていくわけです。ただね、俺ペナってさ、パワプロ遊んでるとそうなんだけど、もう本当に野球要素しかなくって、なかなかパワポケ好きな方が楽しめるかっていうと、もちろん楽しめる人はいると思うんだけど、やっぱイベントとかを重視したい人って、ちょっと、俺ペナはなって思う方も実際いるじゃないですか。そういう方って俺の基地遊べないじゃないですか。ただここで一個裏技があります。ここで1億円を無条件でもらえる裏技です。俺の基地にカーソルを合わせた状態で LR ボタンを押しながら矢印キーの上、右、下、左、上、左、下、右と押します。これをすると俺の基地内に、はい、1億円が追加されています。これで歩兵とかもうバトルスーツとか基本的には何でも買うことができるようになりますね。で、実際買うとなったら、まあとりあえず一番高いの行ってみようか。バトルスーツ、こんな感じで購入したユニットを自分のこの好きな場所に配置ができます。まあここでもいいし、2体だと買えないですね、お金が足りないんで。あとはちょっと前線に置くの良くないかなとか思ったら、ユニットの移動によってこうやって移動させることもできます。あとはじゃあせっかくなんで、ちょっと先頭の方に歩兵を配置して、こんな感じで置きつつ、そうですね、じゃあこっち手元を守るようにレーザー砲を置きつつ、毒電波砲だとな、そうですね、値段の割には火力が高いそうなので電磁砲を置きつつ、あとなんか1体ぐらい強いの欲しいですが、残り1000万円ヘリコプターとか入れましょうか。じゃあヘリコプターとか置きつつ、残り120万円か、何か買えますかね。ブロックを中途半端に置いてもなんで、じゃあ歩兵をあと2体。こんな感じで配置しましょうかね。いい感じなんじゃないでしょうか。このように配置ができます。ちなみに、これ、買うのミスったな、これじゃなかったなと思ったら、いらないユニットを破壊することによって、買った分と同じ額のお金が戻ってくるので、これでいくらでも好きに配置し直すことができます。こんな感じで自分のチームを保存して、基地通信対戦でこれでバトルをできるっていうゲームです。ただしバトルをするには通信ケーブルがまず必要、そして通信ケーブルをつないで戦ってくれる友達が必要です。今時ゲームボーイアドバンスでね、通信ケーブル持ち寄ってね、対戦は難しいんですよ。 DS だとできないですからね、アドバンスにケーブルささなきゃ無理なんですよ。ということでコナミさん、僕、俺の基地遊びたいんで、ぜひ、パワポケ R で、パワポケ7までリメイクをよろしくお願いします。皆さん、この俺の基地遊んでみたい方は、ぜひコメントください。じゃあ、よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。